飛んでる。やっぱりデンデだ。クリリンさん、ご飯さ、ああ、それでやっぱり僕は最長老さん。あれはナメナメッコ。急ぎましょう。そうか。ところでベジータは。はい、よし。到着っと。ベジータはどうだ。あいつ戦ってばっか。しかしこれはあいつに悟られないよう、そっとシェンロンが出た時に気づかれた。よし、なんとかベジータには気づかれなかったみたいだな。はい。ん？な、何かがこっち。え？フリーザだ。急げデンデ。あ、はい。タッカラプトポッポルンガプピリットパロ。光った。あ、空が暗くなった。地球のドラゴンボールと一緒だ。ドラゴンボールを7個揃えし者よ、さあ願いを言うがいい。どんな願いも可能な限り3つだけ叶えてやろう。すげえ。さすが本場のジェンロン、気前がいいや。早く願いを。フリーザやベジータが。ああ。まずサイヤ人に殺された地球のみんなを生き返らせてください。バンダプルラ、ルテミラル、ファンパリツ、プメレットヘロ、ルンチェロ、イタシコンチパ、ポンテロルピチェ。それは叶わぬ願いだ。生き返らせることのできる人数は一人ずつだけだ。え？そんな。生き返ることができるのは一人だけらしいぞ。俺にご飯と話をさせてくれ。頼む。わかった。わしの肩に手を置いて話すがいい。すまん。ご飯、聞こえるか？ピッコロだ。ピッコロさん。そっちの状況はわかった。いいか、よく聞くんだ。一つ目の願いでこの俺を生き返らせるんだ。俺が生き返れば神も生き返る。そうなれば地球のドラゴンボールも復活して他の連中も蘇らせることができるはずだ。そうか、その手があったんだ。そして二つ目の願いを言う。生き返った俺をナメック星に飛ばしてくれ。俺の仲間だという連中を殺したフリーザってやつと俺は戦いたい。俺はここで遥かに力を増した。必ずそいつを倒してみせる。その星に俺を呼ぶんだ。わかりました、ピッコロさん。頼んだぞ。三つ目の願いは好きにしよう。デンデ、地球にいたピッコロっていうナメック星人を生き返らせるよう頼んでくれ。はい、ピッコロさんですね。テトラプト、ホットピッコロ、プピメロパピモポソ、パートラテモリンペ、クーリプーパス、プヤキリグオ、ウオトク、ホラクサ、ペロプッポー。わかった。一つ目の願いを叶えてやろう。神様。ピッコロめ、粋なことを考えおったもんだわい。二つ目の願いは、今生き返らせてもらったピッコロさんをこのナメック星に
ワープさせてください。はい。テルモバラ、アッコロル、ステノニピロ、ピッコロル、マゲカ、タマクロル。それはたやすい。二つ目の願いを叶えてやろう。ここがふるさと、ナメック星か。なるほど、妙に懐かしい気分だ。感傷に浸っている場合じゃない。遠くにとんでもなくでかい木、その近くにもでかい。フリーザが近づいてきてると思えば、どういうことだ、コラーゼ・ソラナ。この星に、なんだ。それにドラゴン、あの化け物は、くそー。二つ目の願いも叶えた。さあ、最後の願いを言うがいい。叶えたって、言いないじゃないか、ピッコロ。この星に呼んでくださいって言っただけですから、どこかの場所に、ここへ来て欲しかったのですか？そんな。はあ！どう？貴様ら、よくもこのベジータ様を出し抜きやがったな。許さんぞ！愚か者め、フリーザを倒すにはこの俺を不死身にするしかなかったんだ。待って、願いは3つまで叶うんです。まだ1つ叶える願いが。バカ、しゃべるな。そいつを聞いて安心したぜ。さあ、この俺を不老不死にしろ。フリーザーもそこまで来ているぞ。3つ目、最後の願いはまだか。こうなったら破れかぶれだ。デンデン、そいつの願いを叶えてやれ。悔しいが、それしか今のピンチをしのぐ方法はない。わかりました。よし、それでいいんだ。これでフリーザに俺を殺すことはできん。今は無理でもそのうち倒せる。では。なぜ竜が消え、ドラゴンボールが あんな石に。最長老様が亡くなられたのです。最長老様にとうとう寿命が。なんだと？俺の不老不死はどうするんだ。それは。フリーザ。やってくれましたね、皆さん。よく私の不老不死への夢を見事に打ち砕いてくれました。ギニュー特戦隊の反応がありませんね。あなたたちが殺したんですか？どうやったのかは知りませんが、これはちょっと意外でしたよ。それにしても、あと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうとは。ベジータさんには残念でしたが、私はもっとでしょうか。初めてですよ、この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。許さん。絶対に許さんぞ、もしけらなの。じわじわと殴り殺しにしてくれる。一人たりとも逃がさんぞ。覚悟しろ。
そんな。なんて敵だ。勝てるわけ。ないぜ。当たり前だ。たった3匹のアリが恐竜に勝てると思ったのか？勝てる！俺とこいつらの3人で戦えば、なんとか勝てるぞ！こいつらの戦闘力はどんどんと上がっている。しかもチビの方はまだ底力を秘めてやがる。そしてこの俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある。よくそんな大ボラが吹けますね、スーパーサイヤ人などと。大ボラなんかではない、確信だ。今の俺たちなら変身したお前にも勝てるはずだ。変身って何だってんだよベジータ。宇宙人の中にはごくたまに必要に応じて姿を変えるやつがいるんだ。カムフラージュのためや平常時に余計なエネルギーを消耗させんためにな。私の場合は違いますよ。パワーがありすぎて自分でもうまくコントロールできないからです。なんだって。恐れるな、ハッタリだ。そこまでは変わらん。そうでしょうか。サイヤ人の住む惑星ベジータを攻め込んだ時、王と戦った場合も全く変身する必要もなく勝ってしまいましたからね。ベジータさん、あなたのお父さんも大したことありませんでしたね。そんなことでいい気になるなよ。俺は王の力などガキの頃にもう超えていたんだ。サイヤ人の星はあいつに滅ぼされたのか。さあ変身しろフリーザー、今すぐ変身して正体を見せやがれ。いいだろう、そこまで死にたいのなら見せてやろう。よーく見ておきなさい。めったに見られるものではありませんからね。なんて敵だ。気をつけろよ。こうなってしまったら前ほど優しくはないぞ。何しろ力が有り余ってるんだ。戦闘力にしたら100万以上は確実か。何？バッ！情けない面だぞベジータ。どうやらここまで強くなってしまうとは想像外だったらしいな。おのれ。さーて、ドイツから地獄を見せてやろうか。決めた。よくもクリリンさんを。クリリンさん、あいつを助ける。無駄だ、すぐ死ぬ。クリリンさんを助けなきゃ。してる暇はないぞ。
うして理性を失うとここまでパワーが引き出せるのか。今のはさすがの俺も少し痛かしかし相手が悪かったな。ちくしょう。でかい木がさらにバカでかくなった。いよいよかすかな記憶。いろいろと事情をしならば悪いが、どう鍛錬したかわからんが、何？再び神のやつとどうかして。そうだ、私は今さらどうしようもない。そうすれば何？いいだろう。絶対に不利。貴様に言われる。なんという力。今行くぞ、ご飯。この力があれば彼は今究極のパワーを手に入れたのだ。ザコがいるようだな。どうしたベジータ、助けに来んのか。なんであいつが。何？あいつは少なくとも相当の重傷だったはずだ。二度と復活できぬよう粉々にしてくれる。太陽拳！ベジータ、今だ！攻撃してくれ！よかった、死んでいない。すぐに直してあげるよ。そういうことだったのか。何してんだよ、ベジータ。あのナメック星人のガキにあんな能力があったことをなぜ黙ってやがったんだ。俺たちだって知らなかったんだ。知ってたら悟空もとっくに直してもらってたさ。驚いたよ、デンデ。ありがとう。頑張って。サイヤ人の血を引いてるだけあって、復活したら戦闘力がぐんとアップしやがった。よーし、ほんのわずかだけ運が向いてきやがったかな。あのチビも確かに。何か来るぞ。ピッコロ
待たせたな。ち、誰かと思えば俺ドラゴンボールでこんな役にも立つ。カスで悪かったな。だフリーザを片付けた後、今度はまだナメック星人が生き残って俺一人でやる。え、え、いえ相手の実力もわからない。ダこれまでのナメック星人どこかが違うとは言っても所詮この俺の相手ではないがな。宇宙のゴミを片付けてやる。あっ、死ね。ほっ、魔剣豪ザップ。ほっ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 まだ挨拶代わりだ。だが想像以上に俺もだ本気どうやら勘違い。今見せた何？貴様は今のこの俺が変貴様にも与えてやるぞ。変身だと？よし、先に絶望感を与えておいてやろう。このフリーザは変身をその変身をな、あ、そんな見せてやろう。光栄に思うがいい。待て、貴様が言ってもそれよりこの俺を半殺しにしろ。え、ふう、お待たせしましたね。第2回戦といきましょうか。化け物め。